新松戸駅。新松戸駅は、千葉県松戸市高屋にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の駅である。常磐線、観光線を走る、各駅停車のみが、停車と武蔵野線の2路線が乗り入れ、相互間の乗り換え駅となっている。このうち常磐線を当駅の所属線としている。駅番号は常磐線各駅停車と武蔵野線で、それぞれ、j l 十五。 JM15 が付与されている。武蔵野線の開通に伴い開設された。そのため常磐線日暮里駅取手駅間では最も新しい駅である。当駅の所在地は松戸市高谷であるが、流鉄高谷駅は松戸市新松戸にある。駅名は1966年昭和41年に認可になった駅周辺の新松戸第一区画整理事業。 現在の新松戸1丁目及び2丁目にあたる部分に由来する。国鉄の歌唱は北馬橋で松戸市は南小金を考えていたが、地元は新幹線の新横浜、新大阪の発展を意識して、土地区画事業の名称である新松戸を働きかけ、国鉄 OB 代議士を通じて国鉄と松戸市の情報を引き出した。改札前の硬貨の橋脚部にある 北馬京ガードの名称は、駅名決定以前の名残とされる。なお、流鉄の高谷駅は、旧地名である、高谷が、由来で、高谷の集落自体は当駅の東側にある。南北方向に伸びる武蔵野線が、東西方向に伸びる常磐線の上を直行して、またがる形となっている。常磐線は、福福線上の観光線にある、 島式ホーム1面2線を有する地上駅。武蔵野線は相対式ホーム2面2線を有する高架駅。武蔵野線の線路の高さは微妙に異なっており、西船橋方面の4番線は、府中本町方面の3番線と比べやや低くなっている。上番線のホームはカーブ上にあるため、乗り降りを行う乗客は足元に注意を必要とする。 オットース導入後の一時期は列車到着時に電車とホームの間が広く開いております。足元にご注意くださいという放送が流れていたこともあった。また車内でもその放送を武蔵野線の乗り換え放送をしないで優先的に車掌が注意を促す放送をすることがある。武蔵野線の工事などで列車を区間運休する場合、 南流山駅の抽選を使って折り返すことが可能なため、2012年3月の吉川美奈駅が開業するまでは、当駅を折り返し列車の始発、終着駅とすることあった。また、幕張新都心にある幕張メッセ千葉マリンスタジアムでのイベント開催による多客に対応するために当駅海浜幕張駅間で船橋方店駅を 最寄り駅とする中山競馬場で競馬が開催されいるとき、場外発売のみの日は除くも、多客対応で当駅西船橋駅間で、臨時列車が設定されることがあった。改札口、出入り口は、武蔵野線ホームの高架下、常磐線西側の一箇所のみである。駅東側行くには、一旦出口を出た後、常磐線をくぐる通路を通る必要がある。緑の窓口、 営業時間7時20時、指定席券売機、スイカ対応自動改札機が設置されている。武蔵野線の駅カラーは水色。出店、JR 東日本、駅構内図、全万線桜井音楽工房のメロディーが使用されている。常磐観光線で駆け込み乗車を減らす、有効性を確認する実験のため、2018年8月1日より、 発車促進メロディーを導入し、当駅1.2番線の発車メロディーの使用を停止している。上番線ホームと武蔵野線ホームの間には、双方のホームを結ぶ階段、通路がある。構造上3番線、4番線はそれぞれ別の階段、通路になっている。上番線ホームから武蔵野線ホームへ上がる場合、取り出方が西船橋方面行き、綾瀬方が 府中本町方面行きである。上磐線ホームから改札口、出口に至る通路は、武蔵野線ホームへの連絡階段の真下にある。乗り換え階段の方を利用する乗客も多く目立たない。ため、少々わかりにくい。取出側、綾瀬側とも、階段横にはエレベーターが、それぞれ一台ずつ設置されており、上磐線ホームを経由して、武蔵野線の各ホームに通じている。 なお、改札と上磐線ホームへ上がる階段を結ぶ通路にはスロープも設置されている。これら一連の工事は2007年、平成19年初頭から仮囲い作業が行われて、以降、本格的な工事が始まった。一連の工事でエスカレーター8台、エレベーター2台、スロープ1箇所が設置された。従前からの設備と合わせると、エスカレーターは12台になる。 2017年度の1日平均乗車人員は39,015人である。武蔵野線内では26駅中、第6位。北千住駅、綾瀬駅を除いた常磐観光線内では13駅中、第5位、綾瀬駅を除いた快速通過駅では、金町駅、亀有駅につい、第3位。以前は、常磐線では、亀有、金町の両駅より上位だった。 つくばエクスプレス開業の影響もあり、減少傾向にあったが、近年は再び増加に転じ、開業前の水準に、服している。松戸市内では、松戸駅に次いで、第2位である。JR 東日本及び、千葉県東経年間によると、1日の平均乗車人員の推移は、以下の通りである。周辺は、や、流通経済大学、進学塾、 居酒屋、飲食店、カラオケ店、ホテルなどがある。駅の出入り口は新松戸側、駅西側にしかない。高谷、三つ木、小金清町側、駅東側は、駅を出てから、常磐線の下をくぐる。出入り口のある西側の駅前にはロータリーが整備され、流鉄、高谷駅や雑居ビル、金融機関などが立ち並ぶが、駅東側は駅前につながる主要な道路がないため、 駅前は整備されておらず、畑が広がる。常磐線のホームから駅前を眺めると、東西の差は歴然である。流鉄の高谷駅が駅前に立地し、乗り換え駅として機能している。駅出入り口を出て、高架下を直進した先にある。駅間の通路の途中には、公衆トイレと、明かりのボックスという名称の鳥居に似た形の色の鉄骨オブジェがある。毎年、 夏には新松戸祭りが催される。駅と住宅地を結ぶ短距離路線が中心となっており、路線数は少ないが発着する便数は多い。当駅からバスで21世紀の森と広場、森のホール21などへ行くことができる。また、成田空港へのシニア急行バスも運行されている。駅に近い方から2番1番3番の順になっている。 羽田空港行き高速バスは、松戸新京成バス、京成バス、京浜急行バスの共同運行。このほか、3番乗り場から、東葛病院や松戸中央自動車学校への無料、シャトルバスも発着する。ただし本数は少ない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。